僕にとってのアートとは、これ前提として今現在っていうのがあって、来年にはまた違うこと言ってそうなんですけども、今の自分にとってのアートっていうのは、大きく2つあるなと思っていて、1個は、なんでしょうね、象徴的な言い方をすると、資本主義に抗うための唯一の方法っていうふうに言っとくと、ちょっと劇的なんですけど、どういうことかっていうと、あれなんですよね、やっぱ究極的に価値がないものだと思っているし、つまり価値がないってどういうことかっていうと、何にも、直接的に寄与せず、従事せず、非合理的な存在、それが故に、ある意味価値がないものでもあると言えると思うんですけども、で一方で今の社会、資本主義っていう社会で、世の中が世界がそういうそのシステムで駆動していて、そういうふうに合理化の方向に回収されちゃうんですね、何事も。でバンクシーがボムしたところで全部こう資本に変えられてしまうみたいなところがあって、あれは、要はそういう資本主義っていう合理化のもう象徴みたいなものに、アートが負けた瞬間みたいなことも言えると思うんですけども、そうあってはならない、そうあってほしくないっていうか、どこまで行っても、本当に冗長的なもの、合理的じゃないものをアートとしたい、アートと言いたい。で、だからこそ、自分はそのアートの中でテクノロジーを使ってるとも言えて、テクノロジーっていうのもまたこう合理化の象徴、合理化の塊というか合理性の塊みたいなものだと思うんですけども、それをもってして、冗長性を見せるっていうことで、テクノロジーとか資本主義みたいなものを揺さぶる、効果的に揺さぶる可能性、そこで、揺さぶるって機能してしまってるんですけども、そういうものだと思うし、そういうものであってほしいという希望があります。でもう一個は、やっぱり豊かに、生きるための方法ですね。それは見る人にとっても、作る人にとっても。で僕が最近後輩にと話してて、ハッと刺された言葉があって、究極なんで作るかって言ったら、自分が豊かになるためですよねって言ってて、いやマジでそうだって思ったんですね。自分がこう豊かに生きようとしてるなと、アートによってっていうのをすごく気づいたし、やっぱり作品見ても心が一番豊かになる瞬間だと思うし、その2点ですかね。はい。